ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。みなさんこんにちは。こんにちは。高橋ゆきと篠原まさしです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、はい、ということで、はい、今回のテーマは、はい、ウィーンからの便りということでね、はい、ウィーンに留学しているね、はい、岡本くんの演奏とね、いろんなお話をということで、はい、はいはい、ということで今回はホールで収録をしてきましたので、はい、そちらの模様をご覧いただきたいと思います、はいはい、それではご覧ください。今日はウィーンからのタイムということで、熊谷君と岡本君に来ていただきました、ね、ウィーンのお話をちょっと聞きたいと思います。拓也君はまたウィーンに戻ってしまうんでね。はい、27で朝で思います。そう、今日は何日でしょう。まあ、それはいいんですけど、はい、カットしながら、カットしながら、はい、熊谷君紹介してくれますか。はい、熊谷俊之さんです。このアルバロピエリモンカの先輩にあたります、ね、留学始まった時から、ね、僕も名前は聞いててね、熊谷君というのはいてすごく世話してくれるっていうのを聞いてたので、なんかもう留学を終えて日本に戻るとか。はい、そうです、ね、今度来ました。12月今度は日本を拠点にいろいろ演奏活動を、ね、してくれるということで、また来ていただけると思っていますが、ウィーンと東京都っていうか日本とどこが違いますかね。そのギターやったりその音楽する環境って難しい質問ですね、うん、どこが違うまあ、ね、すぎる、うん、まあ、どこが違うというか向こうはこういうとこがいいなっていう。ああ、いやもう行ったことない僕らとするとね、例えばオペラが安く見れるだろうとかね、そんなことを一生懸命思ったりするんだけど。そうですね、まあ、音楽演奏する以外で行ってしまえば、うん、もちろんコンサートもいっぱい行きますし、ね、音楽家が多いですし、いろんな音楽家が集まるので、そういう意味では非常に音楽に接しやすい。東京もたくさんあるけど高いんだよね、はい、聞きたいものがね。向こうは学生はすごく安く、ね、見れるっていう噂も聞いたし、ね、たけ君あと何年いるの。あと2年半を予定しています。2年半の間にね、行きたいと思ってますんで、はい、観光案内よろしくお願いします。あ、ぜひよろしくお願いします。、はい、2人ともピエリモンカということだけども、はい、
ペリーの印象、まあ、簡単には言えないだろうけど、どんな先生ですか？厳しい、すごく厳しいんですけど、まあ、ユーモアがあって、すごく人間的な面白いから、うん、これでもちょっとあの公開講座を聞かせてもらったけど、すごく楽しかった、楽しかったですね。うん、タクヤ君はなんか初めて行った時、タクヤっていうのは女性の名前に多いって言うんで、うん、はい、なんだお前男かって言われたっていう話があるけど、ですね、ローマ字にすると最後に A がつくんで、A がつく名前はラテン系とかの女性が多いんで、言ったら男かと。がっかりされた。がっかりする。はい、そうです。はい、まあ、話はそんなところで、はい、今日はね、演奏も聞かせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか、はい、うん、相変わらず素敵な演奏ですね。そうですね、なんか弾きっぷりも、まあ、ずいっぱり大人っぽくなったしね、はい、頼もしいですね、はい、あの熊谷君との二重奏っていうのもね、うん、初めてなので、はい、またいつかね聴かせてもらえると嬉しいですね。はい、はい、はい、ということで今週もお別れの時間となりました。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。はい、再放送が YouTube にてアップされております、はい、検索ワードはギターはおしゃべりでぜひご覧ください、はい、ホームページにもぜひ訪ねてください、はいはい、お待ちしております。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れしたいと思います、はい、また来週お会いいたしましょう。さようなら。